眩しいし。あのももしです。ありがとうございます。今日は生誕祭なので生誕 T シャツ着ました。なくていいと思う。ポンありがとう。なんかメデコだって。え、ありがとう。ありがとう。え、めっちゃ嬉しいこと言ってくれるじゃん。ありがとう。なんかおでこあげてるからかな。完全がのねのセンターの人で完全じゃないよ。完璧やで。もうだい痩せた。 え、でも 2.5 キロぐらいね、2.5 キロぐらいかな。そこまで激痩せしたとかそういうわけじゃないですよ。なんか目丸いだって。え、今日のメイクうまくいったかな。今日めっちゃ時間かけて、あの朝からメイクを、あのもうね、あの朝からメイクしたんですけど、ちゃんといける。涙袋。で、あのメイクに時間かけすぎたら、あの髪型が、あのアイロンする時間がなくなってしまって、そう。これで、あの本当はストレートアイロンいつもするんですけど、あのここに時間かけすぎてこっちに時間かける。え、まだ全部ほとんどしてないんですけど、こっちに時間かけるのが。あの時間なくなっちゃって、あの三つ編みになりました。そう言わなきゃわかんない。本当かい？だってでもそうなの本当に。だるまありがとうございます。時間をねちゃんと考えて使った方がいいと思いました。なくなっちゃったので、なんか開いちゃった。なのでこうなりました。で、前はもうなんでこうなったかっていうと、こっちに時間かけすぎてここに時間かけるの忘れてて、前髪する時間なくてこうなりました。そう。コスモスありがとうございます。ね、お弁当箱つむろ式みたいなやつありがとうございます。昨日夏のゼップツアー2021見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。とっても楽しかったです。とってもとっても、なんかずっと7月かな、前やったのが8月かな。そう、なんかめっちゃさ、もう10月だから、でも10月だから今暑いじゃん、だから夏かな秋かなみたいな境目だったんですけど、なんかゼップツアーが終わったことによって、なんかめっちゃなんか私の夏が終わりましたみたいな、すごいそういう感覚。なんか夏が終わっていう、なんか秋になるなみたいな、そういう感覚です。見えました、見えましたよ。わかるって、やっぱそう。燃え尽きたか、そう、そういう感じ。え、でももうほんとにあのファンの方の、あのゼップの一番後ろのファンの方の顔までわかりました。真ん中ブロックの一番後ろの列にいた方もわかったし、あの左のブロック、門から見て左、みんなから見て右のブロックの一番後ろぐらいの方も見えたし、みんなから見て左、門から見て右の一番後ろのモーナさんにも振ってくれてる方も見ました。キノコありがとうございます。コココココン、マリゲートのアコバンありがとうございます。でした。モーナの目の良さはギネス級だって。どうも一番後ろの方です。こちらへ、ここにいたでしょ、あの本当に一番縁にいたでしょ、左の門から見て左ね。
そう、全然見えました。後ろからでもよく見えたからね、ここにいたよ